皆さんこんにちは。今回の動画ではここ1週間で新たにリリースされたり話題となった AI 関連のツールと AI 関連のニュースをまとめて紹介します。それではよろしくお願いします。まずはプレイグラウンドの紹介です。テキストから様々な画像を生成できる AI ツールプレイグラウンドが人気です。プレイグラウンドはツールのウェブページに行って Google アカウントなどを使ってログインすればすぐに利用できます。ログイン後の画面で左上にあるアイコンからクリエイトオンボードをクリックした先のページで画像を生成します。ページの左側のフィルターの部分で画像のモデルを選択してプロンプトの部分に作りたい画像のイメージをテキスト入力して下部にあるジェネレートボタンをクリックすれば画像を生成できます。イメージトゥイメージの部分に画像をアップロードすればアップロードした画像とプロンプトの両方を反映させた画像が生成されます。さらに右側の部分で生成する画像のサイズや一度に生成する画像の枚数などを設定できます。無料で1日1000枚の画像を生成できるので画像生成 AI で画像をたくさん作りたい人にとっては超おすすめの AI ツールです。有料登録すれば1日に生成できる画像の枚数が増えたり画像生成速度が速くなるようです。続いてはフレーマーの紹介です。 AI を使って数秒でウェブサイトを生成できる AI ツールフレーマーが公開されました。ツールのウェブページから Google アカウントなどを使ってサインアップした後のページ上部の Start with AI をクリックした後の画面で画面左上にあるインサートボタンをクリックして AI を選択して作りたいウェブページのイメージを入力してスタートボタンをクリックすると数秒でイメージに沿ったウェブサイトが生成されます。 AI で生成したウェブサイトは色やテキストなどを変更して細かく調整でき作ったサイトはウェブ上で公開して確認できます。無料版でもいろいろと試せますが有料版にアップグレードすればウェブページを無制限で作れたりフレーマーに実装されている CMS 機能も使えるようになるようです。 CMS というのはウェブサイトのコンテンツを構成するテキストや画像、デザイン、レイアウト情報などを一元的に保存、管理するシステムのことです。続いては FRVR Forge の紹介です。テキストを入力するだけでゲームを制作できる AI ツール FRVR Forge が発表されました。このツールで作ったウェブブラウザ上で動作するシューティングゲームが公開されていますが開発者の方のインタビュー記事によればこのゲームを15分で生成したと語っており、ツールのデモ動画の中ではテキストを入力しながらシューティングゲームを作る過程が公開されています。まだ全容は解明されていませんが、様々な種類のゲームを作れるようです。ツール自体は一般公開されていませんが、ウェイトリスト募集中となっています。最近は少人数で作るインディーズゲームも増えていて、ゲームを作るという需要も高いと思いますし、 AI の力でこれまでよりも簡単に自分の作りたいゲームを作れるようになるので、今後FRVR Forge のようなゲーム生成 AI ツールは増えていきそうですね。続いては Bing アプリ iOS 版の新機能の紹介です。 GPT-4 も使える AI チャットボット Bing チャットなどが実装されているマイクロソフトの検索ポータル Bing の iOS 版アプリ Bing がアップデートされ Bing ウィジェットが追加されました。ちなみにウィジェットは Android 版ではすでに利用可能です。 Bing アプリは App Store から無料でダウンロードでき、 iPhone 画面でアプリアイコンがない部分を長押しすると右上にプラスボタンが出るので、プラスボタンを押してウィジェットを検索の部分で Bing と入力すれば Bing のウィジェットが出てくるので、ウィジェットを追加ボタンを押せば iPhone の画面に Bing のウィジェットが追加され、ウィジェットから
Bing チャットなどに簡単にアクセスできるようになります。続いてはマジックトゥードゥの紹介です。タスク管理系の AI ツールを公開しているウェブページゴブリンツールズにおいてトゥードゥを入力すると AI が細かいタスクに分解してリスト化してくれる AI ツールマジックトゥードゥが追加されました。使い方は簡単で、マジックトゥードゥのウェブページにアクセスして上部のフォームにトゥードゥを入力してからブレイクダウンアイテムボタンをクリックすると AI がトゥードゥを細かいタスクに分解してくれます。出来上がったタスクの右側にあるブレイクダウンアイテムボタンをクリックするとさらに細かくタスクを分解してくれます。なおゴブリンツールズのウェブページで公開されている AI ツールは全て無料で使えますが、ゴブリンツールズは Android と iOS 版のアプリも公開していて、こちらは 0.99 ドルの有料となっています。アプリ側の売り上げでウェブページのランニングコストを賄っているようなので、ウェブ版の AI ツールを使ってみて気に入った方は、アプリの方も利用してみてください。続いては、ビフォーサンセット AI の紹介です。トゥードゥの生成や日程管理ができる AI ツール、ビフォーサンセット AI が公開されました。サインアップすれば一定量無料で使うことができて、日本語にも対応しています。ビフォーサンセット AI のウェブページのトライフォーフリーボタンをクリックし、Google アカウントなどを使ってサインアップすると使用できます。メインページの左側にあるトゥードゥーズの部分でカレンダーにトゥードゥーを登録でき、ヒストリーの部分で過去のトゥードゥーを見ることができ、アナリティクスの部分でトゥードゥーの達成状況などを分析できます。トゥードゥーズの部分でトゥードゥーを入力すると、AI がそのトゥードゥーを実行するために必要な具体的なタスクを用意してくれます。また、右下にあるプランマイデーボタンを押すと、AI がスケジュールを提案してくれます。その他、Google カレンダーと同期する機能なども実装されているようです。トゥードゥーやスケジュール管理系では AI はまだそこまで使われていないですが、今後この領域も AI がどんどん使われていくと思われます。続いては、QR アート生成 AI ツールの紹介です。最近、ステイブルディフュージョンを使って、絵と QR コードを合成した QR アートが SNS 上でバズっていましたが、このスタイリッシュな QR コードアートをウェブブラウザ上で簡単に作れる無料の AI ツールが2つ公開されました。1つ目がカーキです。カーキの使い方は簡単で、ツールのウェブページの URL の部分に QR コードの URL を入力して、プロンプトの部分に QR コードに表示させたい絵のイメージをテキスト入力した後で、クリエイトボタンをクリックすれば、QR コードアートが4枚生成され、作った QR コードアートはダウンロードできます。もう一つが、QR コード AI アートジェネレーターです。このツールは、多くの AI 系のツールが公開されているウェブサイト、ハギングフェイスの中に置かれています。ツールのウェブサイトのトップページで QR コードコンテンツの部分に QR コードの URL を入力して、プロンプトの部分に QR コードに表示させたい絵のイメージを入力した後で、下部にあるランボタンをクリックすれば QR コードアートが生成されます。なお QR コード AI アートジェネレーターに関してはネガティブプロンプトなども設定できるようです。AI 系の SNS 界隈でブームになってから、数日で多くの QR コードアート生成ツールがリリースされるあたり、AI 系のツール開発の圧倒的なスピード感を感じますね。続いては、ジュリフローの紹介です。法的な質問に答えてくれたり、法的文書についてアドバイスしてくれる AI 弁護士、ジュリフローが公開されました。ツールのトップページにあるTry it for free ボタンから Google アカウントを使ってサインアップすれば、一部機能を無料で使うことができます。無料版では、10人いる AI 弁護士にチャットで法律的な質問をすると、
法的なアドバイスをしてくれます。日本語で質問しても日本語で答えてくれました。有料版に登録すると、法的文書をアップロードした後に、AI 弁護士がアドバイスしてくれるようです。AI 弁護士とのチャット画面は、チャット GPT-like な作りで非常にわかりやすいです。気になった方はサインアップして試してみてください。続いては、ボイスボックスの紹介です。メタは、音声サンプルやテキストから別の音声を生成したりできる音声生成 AI、ボイスボックスを発表しました。対応言語は、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、ポーランド語、ポルトガル語で、現状では日本語に対応していないようです。音声とテキストを入力することで、入力した声でテキストを読み上げる音声クリップを作成したり、入力した言語の音声を同じ声のまま別の言語に変換してくれます。また入力した音声のノイズを除去したり、言い間違いを修正してくれる機能も実装されているようです。メタのウェブサイトでは論文とサンプルが公開されています。動かせるツールやソースコードなどは公開されていませんが、サンプルを聞くと精度はかなり高いように思えます。メタによると、従来のモデルと比べて最大20倍高速に音声を生成できるとしています。ひょっとしたら近い将来、文章や画像を編集するように音声が編集できる時代が来るかもしれません。ここからは今週発表された AI 関連のニュースを簡単にまとめて紹介します。まずは続く道、花の後の話題です。2023年6月16日に漫画アプリ少年ジャンププラスで公開された七瀬はるかさんによる読み切り漫画続く道、花の後がネット上で話題です。この漫画はコンピューターが生まれる前の計算をする仕事は人の手によって行われていた時代の話で、今はもうすでになくなった職業計算手をめぐる歴史の隙間の物語です。物語が進んでいく中で、計算手たちの仕事を機械に取られるかもしれないという不安や葛藤が描かれていきますが、これが昨今のチャット GPT やステーブルディフュージョンなどの登場によって AI に仕事を奪われるのではないかと言われている現代の状況に似ているため、 SNS 上では AI 時代の今読むべき作品として多くの人にお勧めされています。続く道、花の後はジャンププラスのアプリとウェブページで無料で読めるので、興味のある方は目を通してみてください。続いては三体の話題です。中国の SF 小説としては日本でも異例の大ヒットとなったリュウジ・キン氏による小説三体を実写化したネットフリックスドラマ3ボディープロブレムの予告編が公開されました。三体は地球と宇宙文明の接触を描いた物語で、地球が滅亡の危機に直面し、人類が宇宙の真実と対峙するという内容の SF 小説で、ところどころで AI や VR、ドローン、ロボットなどの最新技術が登場します。三体の映像化の噂は何度もありましたが、このドラマ版は Netflix で2024年1月に独占配信されるようです。3ボディープロブレムは超人気ドラマゲームオブスローンズのクリエイター陣が制作に関わっているということもあり、公開された映像も期待できる内容となっていました。長らく映像化不可能と言われていた作品なだけに、どのような仕上がりで公開されるのか楽しみです。続いては瞳に反射した画像を復元する技術の話題です。瞳に反射した画像をもとにそれを 3D で復元する技術、Seeing the World Through Your Eyes が発表されました。この技術が確立されると、写真や動画などに写っている人の目から、その人がいる場所が特定されてしまう可能性があるわけで、いいことにも使えそうですが、いろんなことに悪用できてしまいそうでもあります。プロジェクトページでデモが公開されていますが、コードはカミングスーンとなっているので、
後日公開される予定と思われます。最近は AI や映像技術が発達しすぎて、かつての SF 映画で見たことのあるような光景がどんどん現実化しつつありますね。続いてはグラミー賞の話題です。アメリカ合衆国の音楽業界で最も権威ある賞と言われるグラミー賞ですが、グラミー賞の主催団体はこの度、作品の選考規則に生成 AI の利用に関する項目を加えたことを発表しました。授与の対象は人間のクリエイターのみと明記して、 AI は対象外として全面的に利用した作品は候補に入れないとしましたが、 AI を一部利用したような楽曲については容認されるようです。 SNS 上では近年 AI で作られた曲が高品質化していることから、ある楽曲が全部 AI で作られたものなのか、AI に人間の手が加えられて作られたものなのかどうか、どうやって判断すればいいのかといった最もな疑問も出てきていました。なお、この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは動画の概要欄に貼っています。 AI ツールに興味のある方はぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。